青春編みつけちゃーばです。今回急遽動画の方回しているんですけれども、いつもねスケジュールの水金日を度外視して公開の方しております。そちらがこちら、マンダラケ全部でね、こちらマンダラケさんが出版している本の方になるんですけれども、こちらの内容がめちゃくちゃやばいんですよ。自分もこちらね2週間ほど前に実際ねマンダラケさんの方のレジ横にあってね、ふらっとね手に取って中身を見たところ、めちゃくちゃな内容量なんですよ。それでなおかつこちら1000円なんですよね。価格もこの厚み、この厚みでちょっと中はあんまり見せられないんですけれども、かなりコレクター色が強い、もうレトロ玩具関係の永井豪先生の特集となっていて、マジンガー Z から始まってさまざまなねロボットキャラクターはもちろんなんですけれども、ヒーローもの、さまざまなおもちゃから紙物だったり、まさしく自分の好きなパチ物までね載っているといったような、こちらねコレクターブックではないんですよ。こちら113号大オークションとなっているんですけれども、こちらなぜね1000円という価格帯かと言いますと、こちら基本的には通販ブックといったような形で、実際ねオークションに参加するためのこちらおもちゃの方がねこの中にずらーっと入っていて、金額なんかもね掲載されているんですけれども、中の金額自体は最低入札額の方が掲載されているので、金額自体はねちょっとね相場というところでは当てにならないんですけれども、それ以外のおもちゃの内容量がめちゃくちゃ詰まっております。自分の好きな永井豪先生のおもちゃ関係だけでもこの辺まで来てますからね、もう200ページ超え、200ページ超えのおもちゃ関係がこの中に詰まっていますし、なおかつ1000円といった感じで、自分も初めてねこちらね、マンダラケ全部という雑誌の方を購入したんですけれども、こちら定期的に発売されているようで、2ヶ月ほどに1遍ぐらいかな、多分ね発売されているんですけれども、自分も購入したところ、リスナーさんだったりコレクターさんから様々な方からね、こちら買いましたといったようなおすすめのご連絡をいただいて、やっぱり皆さんこちら今回相当皆さんね内容量が半端ないということで、皆さん手にされてる方が多いなというところで、今回ね急遽こちらまだねこちらの存在を知らない方や購入されてない方のために動画の方回しているんですけれども、本当にめちゃくちゃな内容量なんですよ。ちょっとね中1ページぐらいならいいかな、見せてみましょうかね。例えばこちら超合金の最高峰とされる初期の、ね、マジンガー Z が、なんとこちらがね250万円が最低入札額の方からスタートするといったような状況なんですけれども、ただ書かれている内容もかなり充実していますし、やっぱりね日本を代表するレトロ玩具のねおもちゃ屋さんとしては第一線のマンダラケさんだけのことはあって、全国からねこういったレトロ玩具の方が集まってくるんだと思います。そういったレトロ玩具が集まってくるにしても、ただね右から左に販売するだけではなく、こういったオークション形式でいろんなコレクターさんに楽しんでもらおうという企画もそうなんですけれども、それを一つずつ写真を撮って細かい情報まで載せて、こういった形のオークション大会用の本ではあるんですが、これぞまさしくコレクターブックといった感じで、この厚みのこの内容量でコレクターブックでさ、普通で自主出版本であれば、まあ、5000円以上はするんじゃないかなと、そういった価格なんですけれども、自分も手に取ってびっくり、1000円でこの価格、やっぱりね大オークションに参加されたい方は当然ね購入しておくべきですし、大オークションに関しては今回ちょっと時間の方もないので詳しい説明は抜きとしますが、もし興味がある方はねまずこちら購入していただければ、中に全てのことが書かれておりますので、そちらを見ていただいて、ぜひね本当に欲しいコレクターズブックになっていますので、自分はちょっとね入札までは考えていないんですけれども、入札を考えない方でも十分コレクターブックとしても重宝するこちら一冊になっているかと思いますので、ぜひね興味がある方、マンダラケさんの方でこちらの方購入してみてはいかがでしょうか。といった感じで今回急遽動画の方回させてもらったんですけれども、マンダラケ全部の永井豪先生の復習号についてのレビュー動画になりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。